消費者庁は日本の行政機関の一つ。消費者に関する行政及び消費生活に密接に関連する物資の品質表示に関する事務を行うことを目的として設置された内閣府の外局である。消費者庁は消費者の視点から政策全般を監視する組織の実現を目指して2009年5月に関連法が成立し同年9月1日に発足した。 不局性をとっておらず、審議官のもとに直接化が設置されている。発足後すぐは、正規職員が200名程度にとどまるため、立ち入り調査や処分を行う消費者安全課はに、30名程度しか職員が確保できなかった。そのため、捜査や規制の知識や経験が豊富な警察や、厚生取引委員会の OB を、非常勤職員として100人規模で雇用し、 立ち入り調査などに、これらの非常勤職員を積極的に投入する方針とされていた。また、消費者庁や関係省庁の消費者行政全般に対して、監視機能を有する第三者機関として、内閣府元府に消費者委員会が、消費者庁と同時に設置された。消費者委員会は、内閣府の審議会等として位置づけられ、内閣総理大臣によって任命される委員10名。 以内で組織される。事務局が置かれるほか、必要に応じて、臨時委員、専門委員が置かれる。消費者基本法に基づく消費者基本計画の案を作成し、その実施状況を監視するため、内閣府元府の特別の機関として消費者、政策会議が置かれている。同会議の処遇は消費者庁消費者政策課が担当している。 消費者庁が所管する独立行政法人として国民生活センターがあり全国の消費生活センター等と連携し消費者行政の中核的な実施機関としての役割を担っている消費者庁の組織は基本的に法律の消費者庁及び消費者委員会設置法政令の消費者庁組織令及び内閣府令の消費者庁組織規則が階層的に規定している 内閣府の該当の項を参照消費者庁の幹部は以下の通りである。消費者庁設置前の消費者行政は、製品や事業ごとに所管が多数の省庁にまたがり、こうした縦割り行政が、こんにゃくゼリー窒息事故や中国製、冷凍餃子中毒事件、パロマ湯和菓子死亡事故、渋谷温泉施設爆発事故などについて、行政上の対応の遅れを露呈した。 このことから消費者行政の一元化が急務となった。消費者庁は2008年1月18日に内閣総理大臣福田康夫が第169回国会で行った施政方針演説の中で示した消費者行政を統一的、一元的に推進するための強い権限を持つ新組織の構想を具体化した行政機関であり、 福田康夫の宿願とも言われた政治主導案件である。福田は消費者行政の司令塔として消費者の安全、安心に関わる問題について幅広く所管し、消費者の視点から監視する強力な権限を有する消費者庁を来年度に立ち上げ、早急に事務作業に着手するとして、各省庁に対する是正勧告権を新機関に付与する考えを明らかにした。 さらに、消費者庁創設は行政組織の肥大化を招くものであってはならない。各省の重複や時代遅れの組織の整理にもつながるものでなければならないとの方針を表明し、消費者庁の職員は他省庁から振り返ることで行政の肥大化を防ぎ、同時に縦割り行政の弊害解消や小さな政府の実現を目指すよう指示した。国民に新たな活力を与え、 生活の質を高めるために、これまでの生産者、供給者の立場から作られた法律、制度、さらには行政や政治を国民本位のものに改めなければなりません。国民の安全と福利のために置かれた役所や公の機関が時としてむしろ国民の害となっている例が続発しております。私はこのような姿を 本来の形に戻すことに全力を傾注したいと思います。今年を生活者や消費者が主役となる社会へ向けたスタートの年と位置づけ、あらゆる制度を見直していきます。現在進めている法律や制度の国民目線の総点検に加えて、食品表示の偽装問題への対応など、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的、 一元的に推進するための強い権限を持つ新組織を発足させます。合わせて消費者行政担当大臣を常設します。新組織は国民の意見や苦情の窓口となり政策に直結させ消費者を主役とする政府の舵取り役になるものです。すでに検討を開始しており、なるべく早期に具体像を固める予定です。内閣総理大臣、 福田康夫君による市政方針演説消費者庁の設置により、主務業務に影響が及ぶことを恐れた各省庁は、設置には、概ね冷ややかであり、中には設置の必要はないというアピールとも取れる、行動に動いた省庁もいくつか見られた。例えば、2009年6月2日に、山口県美祢市のホテルで発生したボイラーの不完全燃焼による、 修学旅行児ーらの集団一酸化炭素中毒事故の件が挙げられる。この事故では従業員に被害はなく、労災事故ではなかったため、警察、消防以外に主務官庁と言えるものがないかに思われたが、経済産業省は原子力安全、保安院の複数の職員を急破して、事故原因の特定に速やかに当たり、事故5日後に現地調査の結果をまとめた。 また、翌月の7月31日付で、各自治体宛てに、ホテル、旅館の緊急調査の実施を依頼する通達を出す。一方、翌年の2010年1月には安全、再発防止対策についての報告書を作成している。この件以外にも、穀物輸送船の三欠労災事故に、農林水産省が職員を急破するなど、通常では、例のない迅速な対応が取られたケースがあり、 マスコミも注目せざるを得なかった。内閣総理大臣が随時開催する消費者行政推進会議において、その組織、所管法令の内容等について検討された。同会議は、座長の佐々木武氏以下11名の委員により組織され、会議の処務は、内閣官房に置かれた消費者、行政一元化準備室が行うものとされた。会議は、 委員の他政府からの出席者も交えて、月に2回のペースで行われた。同会議は、同年4月23日の第6回会合の後に、消費者庁の創設に向けてと題して、消費者庁の所管、位置づけなど、6つの基本方針と、国民本位の行政実現など、守るべき3原則をまとめた文書を発表し、同年6月13日に、最終報告書となる。 消費者行政推進会議取りまとめから消費者、生活者の視点に立つ行政への転換を発表した。福田内閣は同月末に報告書の内容をもとに、した基本計画を閣議決定し、同年9月29日、麻生内閣が第170回国会に消費者庁設置法案及び関連法案を提出した。同国会では、同法案は成立に至らず、 会期末において継続審議とされた。同法案は第171回国会の衆議院消費者問題特別委員会において審議された。この結果、委員会では消費者委員会を設置するなどの共同修正案が提出され、2009年4月16日に共同修正案を全会一致で可決、翌十七日には委員長報告の通り衆議院本会議でも 共同修正案を全会一致可決した。法案を送付された参議院でも消費者問題特別委員会で審議され、同年5月28日に委員会の全会一致で可決、翌29日には参議院本会議でも全会一致で可決成立した。2010年6月、消費者庁の初年度実績について、通報された消費者事故情報の9割に対応できて、 いなかったことが報じられた。消費者庁側は深刻な人員不足が原因としている。一方で、諸課題が山積しているのが現状である。例えば、学校教育法第135条に基づかずに、大学、大学院を名乗ることは違法となるが、民間の教育施設だけではなく、自治体が経営する障害学習センター等でも、大学、大学院を名乗るケースが相次いでいる。 同法第146条では、第135条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処するとしているが、文部科学省は、ディプロマミルの潜在的脅威が指摘されているにも、かかわらず、私立大学並みの年間授業料を徴収して、企業を教えるとする無認可大学についても絶正措置を取らないままでいる。これを消費者庁も、所管法の所証にないことを理由に、 目認できるのかといった諸課題に加え、原子力明るい未来のエネルギーという謳い文句は、経評法に違反しないのかといった指摘などもある。また、海運ブレスレットと称した商品を申し込むと、高額な祈祷料を払わされる海運商法や、内容を伴わない法外な受講料を徴収する企業セミナーなど、相変わらず悪質、または詐欺的な商法が、 次々と出現しているのが現状である。第四代の坂東久美子長官は文部科学省の出身であり、きめ細かな政策が期待されたが、大学名称の不当表示問題も手つかずのまま任期を終えた。坂東から長官を引き継いだ法務省出身の岡村和美の手腕が注目されている。2010年8月20日、自己調査機関のあり方に関する検討会が設置された。 消費者事故等の調査機関のあり方については、消費者庁関連法案の審議の際の付帯決議において、消費者事故等についての独立した調査機関のあり方について法制化を含めた検討を行うとされ、また、本年3月に閣議決定された消費者基本計画においては、消費者庁は、消費者事故の独立した公正かつ網羅的な、 調査機関のあり方について検討します。22年度に検討を開始し、23年度のなるべく早い時期に結論を得ますとされているところである。また、これまでも責任追及の観点からの刑事手続きとは別に、事故原因究明と再発防止の観点から必要な権限を有する事故調査機関の必要性が指摘されているところであり、さらには、 被害者への範囲の重要性についても指摘があるところである。以上のような経緯を踏まえながら、有識者や被害者遺族関係者等からなる本検討会においては、現行の関連制度、機関と新たな機関機能との関係の整理、自己調査機関にとって必要な条件、機能等の論点整理など、今後の具体的な制度設計を進めていくために、 必要となる検討を行うこととする。事故調査機関のあり方に関する検討会について、消費者庁消費者安全化関連項目、事故調査消費者行政推進会議は、各省庁縦割りになっている消費者行政を、統一的、一元的に推進するための強い権限を持つ、新組織のあり方を検討し、その組織を消費者を主役とする政府のか取り役と、するため、 2008年2月8日の閣議決定により内閣に設置された会議である。会議は議論を行うとともにワーキンググループを立ち上げ各団体からヒアリングを実施し同年6月13日の第6回の会議で取りまとめを行った。委員は以下の通り本文消費者にとって便利でわかりやすい消費者がメリットを十分実感できる。 迅速な対応専門性の確保透明性の確保効率性の確保一元的な相談窓口の設置国地方一体となった消費者行政の強化消費者庁の設置と組織法情報の集約分析機能指令等機能消費者被害の防止や隙間事案への対応等のための新法個別作用法の所管内部組織のあり方消費者政策委員会の設置消費者庁の 規模別種政府は、東京一極集中を是正して、地方の活性化につなげるために、役所や研究所など、政府の施設を地方に移転することを検討している。2015年12月現在では消費者庁や、観光庁などの22研究機関や施設など、計34の機関を地方へ移転する、検討対象としている。消費者庁については、2016年3月から2回に、 渡り、徳島県に思考的に滞在し、検証を行った。検証では、徳島県との連携により、実証に基づいた政策の分析、研究機能の強化に寄与する可能性が見られた。しかし、各府省共通のテレビ会議システムが整備されておらず、消費者行政の司令等機能、制度整備等の業務については、関係者との日常的な関係の構築等に課題が見られ、 テレビ会議システム等を活用したやり取りでの多人数での意見調整についても課題が見られた。は、平成29年度に徳島県に設置する職員30から40人規模の消費者行政新未来創造オフィスでの実績等を踏まえ、3年後に全面移転の可否について目途を判断することとされていたが、2019年8月19日、2020年4月、 徳島県に全面移転を見送る代わりに消費者庁新未来創造戦略本部を新設すると発表した。人員は50名から80人に増員、現地のトップも3次官級から審議官級に格上げし、戦略本部の機能を強化する。2020年7月、新未来創造戦略本部が設置。内閣府の最終職等監視委員会が発足してから、 文部科学省における再就職等規制違反が発覚する前、2015年度までに認定された違反行為6件のうち2件が消費者庁だったとされる。認定が見逃された事例もあり、後に特定商取引法と予託法違反で消費者庁から業務停止命令を受けたジャパンライフの顧問となっていた元課長補佐については、その経緯を週刊通販新聞が大きく報じ、 国会でも追及される事態となった。ありがとうございます。